ピエール・エリオット・トルドーは、カナダの政治家、第20.22大首相を務めた。カナダ史上初めての20世紀生まれの首相で、国家としてのアイデンティティを明確にし、多文化主義や途上国援助などで、カナダの再構築に大きな貢献をした。所属政党は自由党。ケベック州モントリオール出身のフランス系。モントリオール大学で学び、ハーバード大学大学院に進み、 マルクス主義に強い興味を持っていたトルドーは、共産主義とキリスト教に関する論文を書いた。その後、パリ政治学院を経て、ロンドンスクール・オブ・エコノミクスでは、ハロルド・ラスキに支持した。その後弁護士となり、1961年から1965年まで、モントリオール大学の法律学の教授だった。やがて政界に入り、1965年に国会議員となった。 1970年のケベック解放戦線がケベック独立を要求しイギリス貿易省のクロス長官を誘拐、ケベック州の労働大臣ピエール・ラボルテを殺害したオクトーバークライシスの際、戒厳令を指揮強行手段で解決に当たったことは今でも賛否両論となっているが、トルドーがケベック州生まれのフランス系カナダ人でありながら、ケベック独立に反対し内政の運営が 極めて難しい多文化国家であるカナダ社会においてカナダを一つの国としてまとめようと強力なリーダーシップを取っていたことの一例である。1971年には多文化主義宣言を行い公用語を英仏に過酷語とするなど現在の多文化国家カナダの原型を作り上げた。また経済政策ではペトルカナダを設立して石油産業の国有化を図った。 1982年には新憲法が制定され、イギリスとの関係を明確にした。その後、さらに台米依存主義脱却を目指した。なお、ソ連の中華な大使として赴任してきた、アレクサンドル・ヤコブレフとは、深い交友関係を築き、トルドーはヤコブレフにちなんで、自分の次男にアレクサンドルと名付け、さらに、ロシア語風のサーシャという愛称で呼ぶほどだった。2004年に、 モントリオールの空港がトルドーの名にちなみモントリオールトルドー国際空港と改名した。ありがとうございます。